どうも皆さんこんにちは、牧場物語研究家の小菅です。今回はですね、おすすめのモンスター最終編ということで、仲間にしておきたいモンスターをね、ちょっと皆さんに 2,3 匹紹介したいと思います。最初から最後まで使えるキャラクターとしてね、まあ牧場物語と言ったらというねモンスターをまあ紹介していくんで、まず一旦寝ます。おやすみなさい。今回はですね、最終編ということで、攻撃力とかはね何も気にせずに、この落としているアイテムのみで、判断したいと思います。まずね、仲間を捕まえれるようになるのは、小屋を作ることなんですけど、小屋を作ったらね、まずこのニワトリコケホッホーと、これバッファモーだっけバッファローだっけ、とりあえずねこの2匹は絶対捕まえてください。このコケホッホーからはこの卵っていうのがね取れます。この卵は、まあ、今はね1つ302円なんですけど、これどん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 この好感度が上がっていくにつれて、これめちゃめちゃ高くなります。すいません、いろいろ調べたんですけど、値段をねちょっと把握することができませんでした。でもめちゃめちゃ高いし、その高い素材を使って料理を作るとめちゃめちゃ高く売れるんで、これはねぜひ序盤から作っておいてください。そしてこいつらもね、好感度上げ方はまあ別動画で紹介するんだけど、一応ねこいつらから落ちたものをねこいつらにそのまま渡せば好感度結構上がるし、ブラッシングしてあげたりねしましょう。そして続きまして、このバッファも、まあどう見ても牛やからね、牛乳、これも牛乳落とします。でこれもね280円で売れる。まあ序盤はねやっぱこう上げるだけでいいですね。こうしたらハートが出る。そしたら、さらにいいもの、もうどん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 このこれもねレベル上がってきて、最終的にね大きな卵みたいなのができたりもします。でこの牛ちゃんの牛乳もまためちゃめちゃ高くなる。でこのモコモコ、これ今度モコモコって言うんだけど、この羊みたいなやつね、こいつもぜひね捕まえておいたらいいかなっていう感じなんだけど、本当にね必要なのはこのコケホッホーとバッファモー、こいつらが、牛乳と卵は、まあ、最初から最後まで使うっていうのは料理、このゲーム基本的に金作するときは畑でめちゃめちゃいっぱい野菜を育てるか、まあ、料理をして高くして売る。例えば卵料理、卵のままだと1万円だとする、料理すると5万円とかになったりする、まあ、そういうゲームだから、まあ、そうだね、ぜひここら辺をね捕まえて、で今は自分はまだね始めたばかりで4つしかないんですが、この小屋っていうのもどん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 増やせて、いっぱいね魔物をゲットできるようになるんで、ぜひこの一つのエリアに鶏4匹牛4匹とかやったら、まあ、効率よく後々ねこの牛乳とか卵ってめっちゃ必要になってくるんですよ。なんでかっていうと買えないから、もうこいつらから買うしかないと。なので金策も兼ねてこの子たちはね仲間にしておきましょう。でまあ残りはねいろいろ素材を落とすモンスターもいるんだけど、そこは正直自分が欲しいモンスター入れていけばいいかなっていう、本当にこの鶏と牛だけが、まあね、牧場物語として一番大事かなっていうところはあります。で、まあ、こいつらね仲間にするところちょっと場所を教えていこうかな。本当にねあの2匹なんだよ。このゲームで重要なのはマジであの2匹で、まずねこれ地図出しながら行こうか。まずここ真下にビーンっていきますね、まあ、ここにねモコモコとかいるんで、ぜひ皆さんここのモコモコちゃんもね仲間にしてあげてください。そしてここ、はい、今してみました、これコケホッホーね、ここのエリアね、よくまあ別にどこでもいるんだけど、ここ入ったら大体います、ここね。そして次バッファモー行こうか。痛い。バッファモーはこの水の遺跡の下らへんのね草原にいるんですが、ここらへんだ、ここだ、ここね出たり入ったりしたら大体います。前ここにおるやん、いつも。あ、おったよかった。はい、この子ですね。まあ、ここにいるよっていうのは分かったんでね、ぜひ仲間にしてあげてください。で、そしてですね、仲間にするときっていうのはちょっと待ってイベント入っちゃったよ。まあいいや、仲間にするときは株の種か薬草をあげればいい。なんでかっていうと、まあ
確かにね、高級なものをね使えば使うだけで仲間にしやすいんですが、コスパも良くて仲間になる確率があるものって言ったら、株の種めちゃめちゃ大量買いするっていうのが、まあ一番効率いいかなっていうね感じです。なので、ぜひ皆さんもね、鶏、もう小屋建てたらとりあえず鶏と牛を絶対に仲間にしてください。絶対、まあまあ絶対ってことはないですけど、まあこれはね僕個人のおすすめの意見なんで、まあぜひともね、はい。で次回ね、まあ攻撃バトルモンスター編も出したいんですが、自分はねちょっとまだストーリーをね進みきってないので、今はね最終編だけにしたいと思います。それでは、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。